北海道の占冠村ではマイナス 27.3 度と今季一番の寒さを記録しました。東京も2年ぶりの冬日です。今朝の北海道は内陸を中心に放射冷却現象が強まり厳しい冷え込みとなりました。午前7時50分までの最低気温は占冠村で全国でこの冬一番の寒さのマイナス 27.3 度を記録しました。北海道の上空には寒気が流れ込んでいるため日中も気温が上がらず、予想最高気温は稚内でマイナス8度、札幌でマイナス5度と北海道各地でこの冬一番の寒さになりそうです。関東でも冷え込みが強まりました。東京大手町では今朝の最低気温がマイナス 0.3 度まで下がり冬日となりました。東京で冬日となるのは2年ぶりです。この強い冷え込みは週末も続く見込みです。